韓国警察トップの竹島上陸で悪化した日韓関係がさらに緊張する中、9月以来となる外務省局長級協議が行われました。韓国を訪問中の船越健博アジア太陽州局長は、22日、韓国のイ・サンリュルアジア太平洋局長と協議を行いました。 両国の対立が激化する中行われた協議では日本側が韓国警察トップの不法上陸を極めて遺憾だと改めて抗議したのに対し韓国側は日本のいかなる主張も受け入れられないと反論したということです。また元徴用工や慰安婦の問題をめぐっても日本側側が韓国側へ 具体的な解決策を示すよう改めて求めたのに対し韓国側は従来の主張を繰り返し議論は平行線でした。